にちは、三重県住宅会社ハーモニーのサノです。今回はこちらのお家の紹介をしていきます。それではフェルザースタート。こちらのお家、外壁には黒のガルバリウム鋼板を使用しています。そしてサッシにも黒を使っており、全体的に雰囲気感のある少ない印象になっています。本物の木を使った板張りもアクセントとなってすごくいいですよね。玄関扉も黒で統一されており、室内の板目張りとすごくいいアクセントになっていますよね。こちらはウェスタンレッドシダーを使用しており、本物の木ですので丁寧による変化を楽しめます。それでは中に入ってみましょう。はい、玄関に入ってきました。こちらの玄関の土間部分にはご自身で棚を設置されていて、そこに靴を置き持ることができます。さらに玄関間口を広く取っていますので、たくさん買い物をした帰りなんかでもスムーズにお家の中に入ることができます。それでは中に入っていきましょう。玄関ホールからはトイレ、洗面、LDK へとアクセスできます。ではまずトイレを見ていきましょう。トイレはジャニス工業のスマートクリーンという製品を使用しています。中も白を基調としたモノトーンで統一されていて、とても清潔感がありますよね。続いてはこちらの洗面と脱衣室です。こちら通常よりも少し広めに取ってありますので、洗濯物などの家事がしやすいだけでなく、忙しい朝の準備でもゆったりとスペースを使うことができます。さらにこちらは愛華工業の洗面台を使用しています。ワークトップが横に伸びていますので、メイクやヘアセットなんかもやりやすくなっています。続きましてはお風呂のご紹介です。お風呂にはパースペックのフェリテという商品を使用しております。全体的に白を基調とした内装ですが、グレーをアクセントを使うことでメリハリが出て、とてもスッキリとした空間になっています。キッチンはハーステックの LE という商品を使用しております。こちらシンクを少し右にずらしてありますので、左側に食器を乾燥させておくスペースを設けてあります。さらに腰壁にはモルタルを使用しております。全体的にシンプルな LDK ですが、こういったところにワンポイントでアクセントを入れることで全体がギュッと引き締まります。こちらの背面収納をご覧ください。こちらの収納は造作の棚になっていまして、綺麗に食器などがディスプレイされています。家電の色味を統一することで全体が引き締まって見えます。さらにパントリーには棚が設置してあるだけでなく、ロールスクリーンで中を隠せるようになっています。さらに下にはゴミ箱を収めるスペースを取ってあるので、キッチン全体をきれいに保ってくれます。続きましてリビングの紹介していきます。20畳の広さのリビングに加え、約8畳ほどの大きな吹き抜けがあります。さらに吹き抜け部分には大きな2つのフィックス窓が設置されていて、昼間では電気がいらないくらい明るいそうです。吹き抜けには木打ち針を使用しています。木打ち針はお家全体の地震に対する強度を増してくれるだけでなく、木の質感が白を基調とした内装にいいアクセントとして働いてくれます。リビングの隣には寝室があります。こちらの寝室は6畳の広さですが、クローゼットも完備されていて、ダブルサイズの大きなベッドを置いてもまだまだ余裕のあるスペースとなっています。また1階に寝室を配置することで、将来的にお子様が出て行かれた後なども1階だけで生活が完結できる平屋のような使い方ができますので、最近とても人気な間取りになっています。それでは続きまして2階をご紹介していきます。2階に上がると、まず家族全員分の服が収まるファミリークロークが設置されています。3畳ほどの広さに加え、両サイドにはパイプが通してありますので、お洋服を全て収納することができます。2階には先ほどのファミリークロークと同じように3つ部屋がございます。そのうちのこちらは1つなんですが、こちらは子供部屋として使われます。それではここでハーモニーの標準仕様についてご紹介していきます。床材にはウッドワンのペノアースという商品をしておりまして、こちら本物の木を使っております。無垢の木の板はとても肌触りがいいだけでなく、保温効果と断熱効果に優れています。また壁材には当社オリジナルのハーモニーウォールという組み立てを使用しております。こちらも除湿効果、消臭効果に優れていますので、大変人気の商品。そして最後に2階のフリースペースをご紹介します。シェアスペース、スカントリビングとして設けられたそうで、お子様と楽しむ空間にしたいとのことでした。さらに吹き抜けとつながっていますので、どこにいても家族とのつながりが感じられる素敵な空間になっています。今回のルームツアーいかがだったでしょうか。白を基調としたシンプルな内装や家具がとってもおしゃれでしたが、ところどころに見えるオーナー様のこだわり
だわりがとても統一感のあるお家でした。1階だけで生活が完結できる作りや2階のフリースペースなど気になる間取りは動画の最後にご紹介します。この動画がいいなと思ったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。